久保さんもいろんな常識を壊してますね。はい。まあ、あの、常識、今の常識から、非常識なことは多分無理だと思うので、なんだろうな、非常識なことをやれというよりかは、どうなんだろうな。今の常識からだと非常識なこと多分できないと思うんで、どうすればそれができるようになるんだろうな。まあ、こ、これ久保さんに問いですね。どうやったら今の常識の、 えー、外のことができるようになるのか。 まあ僕はね、久保さんに商品売ってたりとか、プロモーションしてた側なんで、まあお客さん側として、お客さんだった側として、まあ今まで久保さんは麻雀店の親父だったわけですよ。麻雀店の親父がネットっていうのは、まマジで非常識だったと思うんですよ。なんでそれができたのかっていう、どう麻雀店のね、常識を壊してインターネットっていう新しいね、しかもね、40過ぎてからのおっさんがね、若くないんですよ。今までつき積み上げてきた常識40年の中にはネットで稼ぐなんてないわけですよ。 でそれでなんで久保哲郎はそこに箸を踏み入れてねできたのかっていうそのあれを聞けるといいんじゃないですか「よろしくお願いします」「いってらっしゃい」。